皆さんこんにちは。健康づくり家の水谷です。阿坊です。この番組ハレルクッキングでは簡単に作れてヘルシーでとっても美味しいお料理をパパッと5分で紹介します。今月紹介するお料理はこちら、しゃぶしゃぶそうめんです。今年も感染症予防のためのマスクが必要な暑い季節がやってきました。暑いと食欲がなくなり、食事量が十分取れないと体力や免疫力が落ちてしまい、熱中症の危険性も高まります。そこで今回は暑い季節でも食べやすいしゃぶしゃぶそうめんをご紹介します。では材料をご紹介します。材料2人分です。そうめん 2,3 束、豚肉しゃぶしゃぶ用 140g、 きゅうり 1/2 本、青じそ4枚、ミニトマト6個、カットわかめ 5g、 ごま油大さじ 1/2。 A の調味料はだし汁 200cc、 砂糖大さじ1/2、みりん大さじ1、醤油大さじ2、すりごま大さじ1/2です。それでは早速作っていきましょう。阿坊さんお願いします。はい。そうめんは茹でて流水でもみ洗いしてぬめりを取り、ごま油をまぶします。豚肉は茹でて冷まします。きゅうり、青じそは千切りにします。ミニトマトは半分に切ります。カットわかめはさっと茹でます。A の材料を混ぜ合わせ、一煮立ちさせて冷まし、すりごまを加えます。さらにそうめんを盛り、具材を彩りよくのせてタレを添えて出来上がりです。ここでワンポイント。この一皿で主食、主菜、副菜を手軽に取ることができます。野菜に夏野菜を取り入れると体を冷やす働きがあるので、さらに熱中症予防に効果的ですよ。完成しました。調理時間はだいたい20分くらいです。豚肉や大豆製品にはビタミン B1 が多く含まれ、疲労回復に役立ちます。また野菜、海藻、果物にはカリウムが多く含まれていますので、汗で失われた水分を体内に取り込むことができます。毎日の食事にこうした食品を加えて、バランスよく食事をとり、暑い季節を元気に過ごしましょう。ということで、今月のハレルクッキングではしゃぶしゃぶそうめんを作りました。来月もお楽しみに。